焼けるんです。あ、来てきてと思います。今日はですね、ASA に念願のスコーチドアースの環境改善や、あとはですね、ティラコレオのマイジャンプ含む大型アップデートですね、環境改善の大型アップデートついに来るぞという形なんですけど、今このアップデートがだいぶやるって公式の X で宣言されてから伸び伸びになって時間がすごい後にどんどんずれてます。はい、ということなんで、一体今何を着てんのという形で、最新のですねアップデート状況をみんなと共有していきたいと思います。なんかいろいろね右往左往してて、結局今どうなってんのとか、あとプレミアムモッド今回なんか出ないらしいよみたいな話もあるので、そこら辺でですね、かなりですね今まともに情報がですね出てないっていうのと、あとは前言ってた情報とちょっと違ったり錯綜している部分がございますので、はい、いつも通りなんかいろいろねごたついてるので、そこら辺をまとめてね、今のアップデート状況とか結局どうなんのっていうのをみんなとね見ていきたいなと思います。という感じで本日も9時いってみましょう。1つ目、ついに大型アップデート、2つ目、全然コーナーで、最後にまとめという形でやっていきましょう。でまず1つ目になんだけど、ついに大型アップデートっていう形で、今日のね話何かっていうと、まあ別の動画でも取り上げてはいたんだけど、前々から言われていた大きなねアップデートが来るという形になってます。で例えばなんだけど、ティラコレオが前ジャンプできないよねみたいな、垂直ジャンプいつもするよねみたいな話とか、あとは気候変動がちょっとなんか ASA になってしんどいから、スーパーヒートとか異常気象のあるね系統のやつ、あそこら辺を弱体化するとか、で、あとは、なんかレックスの足元がやったら不具合を起こすみたいなのあったり、で、なんかですね、ファソラスクスがやったら何でもぶっ壊したりするとか、で、恐竜テイムの時に正しいレベルが表示されてないよねとか、いろいろあるんですね。で、そういったかなりね、多く見受けられる、バグっていうものを修正して、であとは環境改善もしようねみたいな、そのスーパーヒートとか、異常気象の部分をナーフする弱体化するって話だからっていうのがやるよってもう言われてるんだよね。でプラスしてコンシューマー版にはね、プレステとか Xbox にはプレミアムモッドがついに出る、有料の質の高いモッドですね、例えばスバルタフェームの完全版とかは有料モッドになってるっていう形になるので、そういった形でついに CS 版にも有料モッドが来て、で環境が良くなると、スコーチダースのっていうはずだったんですけど、スタート地点はなんですが、結局伸び伸びになっているんだよね。もともと 2,3 週間前ぐらいが多分このアップデート本当はしたかったんだろうなっていうような、その温度感でいろいろね公式のディスコードとかX の発言は見受けられるので、そんな中で今回はここら辺のアップデートが、実はこの動画を出している5月8日の朝にですね出るみたいな話があったんですけど、今日ねアップデート出しますぜみたいな感じだったんですけど、これもまたね結局伸び伸びになって、なんか日付をまたぎそうみたいな、日本時間でもっていうようなノリなので、そこら辺含め今の現状ですね、今回の大型アップデート、プレミアモッドとかいろんなアップデート、大型アップデートあるけど結局どうなってるっていうところをやっていきたいと思います。で、タイトルにあるように次のテーマの全然来ないって感じなんだけど僕どういうことかというとですね、めっちゃアップデート自体がまず遅れます。でそもそもですね、5月8日の水曜日にやるって言ってたんだけど、できなくて、ターゲットとしてターゲットね、なので目標というか努力目標として5月9日の木曜日0時ぐらいまでにはやりたいですみたいなアップデートをリリースしたいですというような形になってますので、要するに日付超えて、夜中のタイミングっていう形かな。で一応そのメジャーバージョンアップデートなので、結構ねバージョンも変わってだいぶ大きな変化になる。で注意点とかもあるから最後にそこら辺は共有したいんだけど、とりあえずそういう風な今時間の時間軸の流れとしてはそんな感じになってる。でこれはディスコードに書いてあるんで、公式のディスコードに書いてあるんで誰も見れるんだけど、5月9日の木曜日0時に一応そのターゲットをしているっていう感じ、時間の目標ね、努力目標として。でもちろん目標なのでターゲットっていう形でそこにやりたいと願っているというか狙っているなので、全然遅れることはあるっていう形なので、ぶっちゃけなんていうかな、今日遅れてるっていう話じゃなくて、もともとだいぶ前からやりたいけどちょっと詰まってるよねっていう、なかなか出せてないよね、認証が終わらないしとか CS 版のね
とかなんかいろいろとりあえずなんかあのやるやるは言っててだいぶぐだってあのやれてなかったので、さらにあの今日ねやるってアップデートやるって言った後、そのさらになんか日付またぐレベルまで行ってるので、あの延長というかねっていうところなので、結構なんかアーク運営の中ではなんか大変なのかもしれん。なので、まあ、ちょっとね大変そうだなっていうのはめっちゃ見えるので、かなりここら辺は不明瞭な感じになってると思ってます僕は。なので一応ターゲットとしてはまあ5月9日の木曜の0時なんで、まあ、水曜日の深夜5月8日の深夜みたいな感じになるんだけど、体感的にはなんだけど、ここは本当によくわからんって感じで、中身に関しても結構そのなんていうかな、いわくつきっていう言い方はあれなんだけど制限がついてて、プレミアムモッドは今回実装されません、 CS 版のっていうのが中身としてはありました。でこれはね一回なんか触れられてるんだよね、公式の X って。ちょっとどうしてもさっきも言ったんだけど、今日遅れてるんじゃなくて前々からやろうやろうっつってて、全然ね実行できてなくて伸び伸びになっていたアップデートだったと。で理由としてはプレミアムモッドがコンシューマー版の審査が通らないという形で、アップデートファイルが、まあ、アップロードしたんだけどプラットフォームから弾かれてると、まあ結構未完成というか不具合が多いというかっていう風なソニーさんのプレステの反応というか、まあ、回答だったんだと思う。こんなバグだらけのやつ普通に実装できんわみたいなので、まあなんか断られてできませんよっていうので、まあなんかそのなんていうの、差し戻しじゃないけどそんな感じの食らった可能性が高いっていうところで、とりあえずまあ時間もないし、てかセンターがもう出るから来月のでとりあえずできるだけ今月もうスコーチ・ザ・アースを完結させるべきなのね。なのでそこに向けて、まあ先にアップデートファイルを出そうとしたんだと思う。なんだけど結局それに合わせてプレミアムモッドは出せないという形になってて、なかなかむずい状況にはなってるみたいっていうのが現状ですね。なので、まあ、大きくこの2つがだいぶポイントとしてはあるっていうふうに俺は思ってるかな。時間が一応、まあ、そのだいぶ伸び伸びになってて、5月9日の、まあ、0時に出したいアップデートファイルをっていうふうなことは言ってるんだけど、かなりこれも行き先不透明みたいなのが強い。でさらに言うと、まあ、今回はプレミアムモッドのアップデートファイルを犠牲にして1回捨てて、なんていうか、バランス調整とかバグ修正だけを入れ込んだアップデートになってるというところですね。なので結構ここら辺が大きな流れの違いって感じですね。今まで のこうやろうと言ってたところの、まあ、元々の計画からずれた部分の内容がこんな感じっていうところという感じなんで、まあ、一応ここら辺でですね、まあ、アップデートの直近の今後の予定としてはですね、こういう風に今運営は見ているっていう形なので、もともとのスタートの話はですね、いろんなスコーチドアースの環境改善含む、まあ、ティラコの前ジャンプできるようになったりとか含むいろんな大きいですねシステム面のバグ修正や改善っていう部分をやろうとしてて、それとともにプレミアムモッドも一緒にいい感じに出して、サクッとセンターが出る前にスコーチドアースの環境をきれいにして、あとはセンターになんていうかな、向かっていこうとか、まあ、万全の用意していこうみたいな感じだったと思うっていうのが目論見がだいぶずれてて、結局伸び伸びになってて、まあ、全然できてないし、で、まあ最終的にはプレミアムモッドも、まあ、全然出せてないしっていう、もう結局なんかいろいろ手詰まりな感じになっちゃってる匂いがしてて、大丈夫かなみたいなていうか、なんかその言わなきゃよかったのにね、わざわざもう出せる段階になって言えばよかったのに、なんか急に出すよって言って、まあ言ったんだけど、その X で、公式の X でポストされてて、まあ、今日出すわみたいな感じ。そのアメリカ時間だからちょっとね、時間帯は違うんだけど、日本とね、あれは違うんだけど、まあ、アメリカ時間で今夜の夜出すわって言ってたんだよね最初で。そしたらなんか何の音沙汰もなくて、結構海外のコミュニティの人からツッコミのリプが入ってて、まだ来ないのみたいな感じやってて、でさらにそこで追いツイートをしてみたいな、普通にまだ無理なんですよね、すいませんみたいな感じでなってるから、そんな状況なので、なかなかですね、カオスな現状になってるかなっていうところと、まあ、以前お伝えしていたこういう感じのアップデートが来る予定ですよっていうのからはちょっとなんか離れてしまった部分もあるので、プレミアムモッドに関しては本当に今回ちょっと残念ながらっていうところになっております。はいっていう感じで、今回の大型アップデート、とりあえずまあその5月
8過ぎて9日の、まあ、0時に来ればいいかなみたいな希望的観測みたいな感じになっております。であとはプレミアムモッドね、あのコンシューマー版プレスとか XBOX のプレミアムモッドに関しては、あの来週ですね、13日の週にあのいついつにあの改めてプレミアムモッドのアップデートはしますっていう風な話があるそうなので、まあ、来週そのプレミアムモッドのアップデート来るんじゃなくて、プレミアムモッドどうするかという情報の報告があるっていう形になってますので、まあ、そういう流れですっていうところです。というところで最後にこれを踏まえて今日のまとめやっていきたいと思います。でまとめとしてはね、あの現状を、まあ、とりあえず、まあ、あのいろいろスコチの改善のアップデートが今日の深夜来るんじゃねみたいな、一応この動画出てるのが5月8日水曜日なんで、まあこれの、深夜ですね。でまあ、カレンダー的には9日の木曜日の12時と、まあ、さっきから言ってるみたいに0時みたいな感じになるんですけど、まあそんな流れになってると。ただあのコンシューマー版に来るはずだったプレミアムモッドは来ないというところなので、この2つが大きなポイントになってますと。でまあここに関してはまあだいぶね、いろいろあの危険が危ない感じの雰囲気がするので、正直伸び伸びになる可能性もあるなとは思ってます。正直ね、今の状況でなんていうかな、時間通りに来るかなっていうのはあんまり信用ならんっていうか、もともとその時間守れないからっていう感じなんでね、まあ、とりあえず来るとは言ってるんですけど、アップデートが来るとは限らないっていう感じで、はい、そんな感じですであとはですね、一応ポイントとしては今回メジャーバージョンアップデートになってますので、これマジでみんなに気をつけてほしいんだけど、モッドを入れてる人はちょっとゲーム壊れるかもしれないっていうのがあって何言ってんのって話になるんだけど、まあ、バージョンがですね大きく上がる場合、結構その不具合が起きたりするんですね。で今回は大型アップデートで、メジャーバージョンアップデートという形でバージョンがおそらく1つ上がって、結構ね、新しい環境というか、まあ、進化した環境になりますという形で大きなアップデートになるっていうところで、その大きなアップデートが来た時にちょっとそのなんていうかな、前のデータと新しいアップデ後のデータとでちょっと差ができちゃって、そこでモッドのファイルが追いついてなくて壊れちゃうみたいなのがあったりするんだよね。例えばメイウィングモッドを入れてて大型アップデート来たらメイウィングモッドが機能してなくて、で普通にサーバー開いて始めたらメイウィングが全部いなくなってるみたいなっていうのもあったりするので、まあやばい部分もあったりする。あとは一定の何かしらのモッドがやたらそのせいでクラッシュするようになったり、ゲームがねする可能性もあるから、現状としては結構ね、ASE の後半より ASA の今の方がちょっと安定性には大きく欠けるかなっていうところがあるので、そこら辺でね結構ね、まあ厳しい部分がある。なので大型アップデート後にモッドがかなり壊れる可能性とか、モッドがアップデートが手動でしかされないから、そこら辺は自分でサバ管理とかローカルで遊んでる人はしっかりやった方がいいので、ちょっとね気をつけてくださいって感じ。マジこれはね危ない、このゲーム本当にね、モッド楽しくてモッド使い勝手よくて運営がモッドゴリ押ししてるんだけど、モッドのせいでねデータ消えたりとかいろいろ不具合が起きてたりとかっていうのがめっちゃ多いから、このゲームそこはね楽しいんだけど自己判断って感じになるから、本当にねちょっと用法用量お守りくださいっていうか、まあ、急にね死んじゃうこともあるんで、モッドのせいでねアップデートが全然なんか合わなくてみたいなのとかも正直あるのでちょっと気をつけてくださいっていう感じで、一応ねローカルの人とかに関しては今ちょっとモッドのページに行くんだけど、アウトオブデートって書いてあるものに関しては、でまあここら辺とかちょうどアウトオブデートって書いてあるんだけど、こんな感じでアウトオブデートって右上に書いてあったら、これバージョンが古いんでアップデートしてくださいっていう意味なので、これ右上のアップデート、これ押してください、でアップデートになるんでっていうのをやらないといけないですっていう感じなので、まあ、ぜひねそういった形で、まあ、やってくださいという風なところになります。ここはマジで気をつけた方がいいので、まあ、できるのであればセーブデータのバックアップはぜひ取っておいてくださいっていう感じですね、モッド使ってる方はっていうのが、かなり俺は大事なポイントになってくるかなっていう形ですね。大型アップデートによって
マジで、ガチャなんだよね。環境が安定するか環境が不安定で暮らしで落ちまくるかっていうわけわかんない、その大型アップデ後 の、 あの環境不安定ガチャっていうのがあるからそれがどっちに転ぶかマジわかんないし、しかもそのモッドとのなんていうかな相性というか、あの普通はねそんなあんまないんだけど、あのモッドがすごいね、あの拒否反応を起こしてゲームがぶっ壊れるみたいなのとか、そのデータが全然読み込まれなくて、そのさっきも言ったメイウィングがないものになったりとかっていうのも全然あるから、そこら辺とかもね、あの結構あの予備準備なしでそんなのがポンって来られると、いろんなのロストしたり、いろんなねものが消えたりしてマジ最悪になってしまうので、まあ、そこちょっとねマジ気をつけてねっていう、そんな形にはなっております。であとはね、俺が一番気になってるというか、めちゃくちゃね俺は、まあ、ちょっと直した方がいいなって思ってるのが、アセンションした時に全ロスするっていう、まあ、そのボス攻略でレベル上限解放する時に、あの全ロスするっていうかキャラ消えるみたいな、わけわかんないやべえバグがあるから、これのせいでボスがリスクが超高くなってるっていう感じなので、そこら辺含めさすがにこのアセンションで全ロスはやめてほしいなというか、アセンションであのデータ飛ぶっていうのはちょっとやばいんで、これはねマジで今すぐ直してほしいなというふうに思ってますマジ意味わかんないレベルだからねっていうところなんで、ちょっとねここら辺の中身はまあどうなるか出てみないとパッチのとわかんないんですけど、まあ、ただまあ現状としては一応まあそのね、あの木曜日の0時にね5月9日に出るというのが今の運営のターゲットになってますので、まあ、あの目標値ですね、あのなので出すとは限らないので、まあ、そういった中でまあちょっと見ていければなという感じで今日はこの辺にしておきたいと思います。一応ねいろいろねいいアップデートは来るので、キラコの麻雀とか、あとはまあそのあれだよね、異常気象とかが弱くなったりとか、なんかまあいいアップデートは来るので悪くないんだけど、ちょっと周りがざわついてるからちょっと怖いなっていう感じなので、まあ、本当にねモッド使ってる人はマジでモッドは気をつけてって感じになってて、まあ、ぜひね皆さんアップデートは本当は喜ばしいことなんだけど、いろんなゲームにおいて、まあ俺もゲーマーなんでいろんなゲームするんだけど、普通ゲームにおいてアップデートって新しいことがやってくるからふーってなるんだけど、本当はなんか震えるぜみたいな感じでちょっとあのビビっちゃうんだよね、アークの場合は。特に ASA はこのアップデートによって環境のあのなんていうか落差が激しいから、環境が安定する安定しないの落差がめちゃくちゃ激しいから、ちょっとねあの怖いっていうのは本音としてはあるので、ぜひみんなも気をつけてくださいとアップデート前にマジ危ないから気をつけてるとか意味わかんないんだけど、ちょっとそれがちょっと残念ながら今の現状っていうか、まあ正直な部分ではあるから、実績をもとにね、あの信頼と安心の実績のワイルドカードさんになっておりますので、はいまあ本当に稲葉の物置みたいに100人乗っても大丈夫って言いたいんですけど、マジで1人乗っても大崩壊みたいな感じなんで、ワイルドカードはマジで怖いんで、ちょっとそこら辺はですね、あの皆さんのね、なんか慎重なプレーが、いいんじゃないかなっていう、求められるんじゃないかなっていう感じですね。なのでなんかその大型アップデートに転送してボス戦してとか、ちょっとなんかリスクが伴うことは多分ね俺はあんまりお勧めしなきゃなみたいな感じ、まあやる予定がトライブの中であって日程がもうずらせないとか、まあ全然いいと思うんだけど、まあそこら辺はちょっとリスクが高いよみたいなのを覚えておくと、まあ、幸せかなみたいな感じで思うという感じなんでね、今日はちょっと大型アップデート前にめちゃくちゃざわついてて、本当に午前中はやるって言ったのに、なんか昼頃見たらなんかやれないみたいな感じで、ちょっと時間遅れるわみたいな話になってたり、なんか右往左往しとるからマジどうなっとんねんって感じだったので、とりあえずね現状をみんなと共有してきたというところなので、ぜひね皆さんもねなんかアップデートの時はいろいろあるので、ちょっとお気をつけくださいというところで、今日はこの辺にしておきたいと思います。で多分明日アップデート来ると思うからね、まあ、アップデート来たらまたみんなと情報共有しますわ。そんな感じで今日はこの辺にしていきたいと思います。で KTR ゲームでですね、こんな感じで ASE の頃からですねアークの動画結構出してるんで、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援してください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。